はい。はい。はい。おお。お。え。はい。うん。はい。やめ。これこれ余計なことをしない。普通のスポーツは、はい、野球でホームランを取るとパンチャーして喜ぶさんな、はいはいはい、そうですね。ね、武道は大きな体なんかそんなもんないんだね。ああ、相手の気持ちも自分は勝ったけれども相手の気持ちを察して。はい、格闘家の熊田です。今日はですね、僕の YouTube を見てくださった方で、東京から、わざわざこの一泊二日でこの稽古をするためだけに来てくれた方がいて、実はですね、今から指導官の先生の元に行くんですよ。で、名前、中村さんいいですね。中村です。中村さんで、はい、5年ぐらい前に、ね、そうですね、はい、まで、はい、東京の指導官で稽古されてたみたいで、うん、でその後、まあ、システマとかをやられてるってことで、まあ、熊田チャンネルを見てくれて、はい、白間先生のちょっと会いたいということで、うん、今日は初めてですね、こういう感じでこの間が、はい、さっきもちょっと車で聞いたんですけど、なぜ白間先生に会いたいと思ったんですか？やっぱりその、なんていうんですか、言葉の温かさだったりとか、うん、そういう何ていうかこう空手のイメージではないその何ていうんですか、その相手を思いやる姿勢だったりとか、そういうところにその何ていうかその平和とか友好とかそういうのの何かこう魂みたいなのを感じることができて、ぜひ空手を通して触れたいなと思いました。はい、もうね、うん、カメラマンさんも分かるけど、あそこはね、はい、もうパワースポットみたいな感じだからね。そうですね、はい、はい、じゃあ、稽古早速行きましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ行きます。はい、いってらっしゃい。ここです。あー YouTube で見た、写しましょうか。写真撮りたいな。ここね、今は少林流空手道指導官西原道場。 YouTube で、うん、僕を見ててどんな感じの印象ですか？なんていうんですかね、こう安心しますよね。なんかこう、なんかこうしっかりこう向かい合ってる感じ。本当ですか？まあ、じゃあ他の人がしっかり向かい合ってないかというと、ここはちょっとあれ長さに向かってるんですけど、僕はすごく信頼できるなというか、まあいろいろあるとは思うんですけど、はい、YouTube なのでやっぱり、でもあ、やっぱりその本物をこうきちっとなんとかって、じゃあ本物を提供してないかっていうので少し悲しいなと思うんですけど、僕ちょっとそういうとこ直感で信じられるなっていうとこ飛び込んできてるんで、まあ、東京からね、はい、1泊2日で稽古のためだけに来るって、はい、よほどですよね。まあなんか仕事のね都合でちょっと来るタイミングでだと分かるんですけど、今日この指導家の稽古のためだけに来たんですよね。そうです、はい。いやでも本当、いや、なんかコロナが始まって、はい、その急にそのモスクワとかもこう行けなくなっちゃったんですよね、はい、だからやれる時にやっとかないと、あ、まあまあまあ、もういつ行けなくなるかわからないっていうのがそこあって、はいはい、会えなくなって、また戦争も始まったり、はいはい、もうほぼ会える確率がもうないような状態になっちゃって、うん、あ、もう本当会える時にやっとかないと会える人とかっていう、もう次のことなんて考えてたらできないんで、なんかやっぱこう沖縄 の、 その重鎮の先生たちもやっぱご高齢の方も多くて、はい、その本当はもっとすごい技術たくさんあるんですが、うん、はい、けどやっぱ年齢とともにそのできなくなってるとこもあって、だからせめて言葉だけで残そうと思ってやってるんですけど、うん、